あれはちゃんとどこまでからかっちゃるよ。まあ一つ、まあ自分の記憶に残ってる遅刻としてはですね、まあタッグリーグ戦ですかね、はい、公式のタッグリーグ戦の、京都だったかな、メインイベントの会場入りがちょっと遅かったかなっていうのがありましたね。ただちゃんと試合には出てるんで、全く何の問題もありません、はい、まあ自分からしてはね、ちょっと焦りました。はい、まあ東京に帰ってまして、はい、みんなはその関西も泊まりだったし、自分仕事がなんかで帰ってきて、4時開始で、目が覚めたのが2時。え、東京で目が覚めたのが2時、2時、試合は4時、京都間に合いました。自宅で起きて、もう無意識に服を着て、カバンはもう用意してあったんですよ。多分もうパッと目が覚めたら、もう服をスーパーマンのようにねこう動きながら着て、タクシーを拾いに行って、無意識にヒロ斎藤さんに連絡してましたね。やっぱそのヒロさんに電話が、多分最初誰も繋がらなくて、これ多分遅刻するだろうと。で、頭の中で、あれ今日誰と試合だったっけなとか、ね、その辺もはっきりなんかもう混乱しちゃってて、はい、でとにかく新幹線乗ったと。とにかく窓口はヒロさんだけど、はい、で要はその周りに来てない遅刻っていうのがバレたら、またそれはそれで問題になるじゃないですか、はい、某現場監督、その当時のうるさい、はいはい、それからまた我々がちょうど、NWO の時だと思うんだけども、 TM2000 かな、まあ、控え室がもう全く別なんで、まあ、こっちの方にそういう遅刻してるとかね、そういうのが出ると、まあS 選手とかね、 H 選手とかね、いろいろね、そういうのがね、もう話をまた盛るから騒ぎになる、はい、だからヒロさんにまず伝えて、でこっち側は、ボスがマサ斎藤さんで、あと服部さん、普通だったらギリギリ間に合うか間に合わないか、もうラインだったんですよね、時間が。でそれを分かったんで、ヒロさんに、ヒロさん、まだ多分試合開始始まる直前か4時ぐらいになる前ぐらいですよね、に連絡を入れて、ヒロさん何試合目ですかって、ヒロさんも、いや今日2試合目だよと、あじゃあちょっと今日少し試合引っ張って、もういっぱいまで頑張ってくださいって言って、あ分かった分かったって言って、そしたらね、10分か20分後ぐらいに電話かかってきたんです。ちょうど今どこだよって言ってるのか、はい、いやまだ名古屋まで行ってないですとかって、そんな、確かそんな感じだと思うんだけども、でヒロさんどうしたんですか、もう試合終わっちゃったん、終わったんですかって言って、あどうだったんですか試合はって言って、いや焦って5分で試合終わっちゃって負けちゃったよって言って勘弁してくださいよって言って、せめて10分15分やってくださいよって、5分で終わっちゃって、